さあ今回ニューストリック、まずはこちらのニュースからです。高齢者ドライバーによる交通死亡事故が相次いでいることを受け、安倍総理大臣はおととい関係閣僚会議で事故の防止に向け対策を急ぐよう指示をしました。また信号無視や逆走など特定の違反をした75歳以上のドライバーに臨時の認知機能検査を課す改正道路交通法が来年3月に施行されることを踏まえ、施行に万全を期すとともに移動手段の確保など高齢者の生活を支える体制整備を着実に進めると述べました。さあということで今回のテーマはどう防げばいいのか、高齢者ドライバー事故問題ということでお伝えしていきたいと思います。はい、さあ番組でも何度か取り上げてますよね。はい、免許の返納以外には、一体どんな対策が具体的に行われているんですか。どうなんですか。はい、先ほどの宮下さんのプレゼンの続きの話になっています。ね、はい、具体的に見ていきましょう。まずはですね、ハード面です。自動車自体を進化させて交通事故を減らすという技術大国らしいアプローチがこちらです。ボン。まず石川県では国内最大の自動運転実験が始まっています。はい、金沢大学が去年2月石川県の珠洲市で国内初の自動運転車による公道ですよの走行実験、ルートは国内最大の60キロ、60キロということですから、はい、これ結構な距離になりますね。で2020年度には自動運転で市内バスを運行する計画で、2017年いよいよ乗客を乗せて実験を開始すると。でさらにはですね、ペダルの踏み間違い、先ほどもお話ありました。はい、防止のですねアシストの装置を組み込んだ車、これ日産が4年前からすでに導入しています。センサーが周囲の壁などを検知して強制的にブレーキがかかるシステムです。でその他すでに、ね、導入されている先ほどのアイサイト、そういった取り組みもあるんですけれども、ぜひその親御さんを ね、ちょっと心配という方はメーカーさんにちょっと聞いてみてください。うん、はい、ありますからね。まあ、実際にこうした技術進んでるのは嬉しいことなんですが、ただ全社に導入されるっていうのは時間かかりますよね。もうちょっとですよね。さあそこでですね、社会はじゃあどう対応できるのか見ていきましょう。その一つがこちらです。ドン。免許の返納特典です。返したらメリットがありますという話、富山県の富山市、公共交通機関やタクシーが利用できる支援券2万円分、はい、そして沖縄市、バスやモノレールが半額、タクシーが1割引き、そして明石市は商品券5000円分とバスかタクシーの助成券あります。いい取り組みじゃないかと思うんですけれども、うん、いやちょっと待ってと、僕も岡山放送局勤務でしたから知っています。もう地域は交通インフラを維持するのが手一杯で、それを切り離したりとか手放すしかないという自治体も多いんですね。はい、どうすればいいんでしょうか。ただまあこういった努力によって30万人近い高齢者ドライバーが免許を返納しました。ただ65歳以上の高齢者ドライバーの数は1600万人いるということですから、そのボリュームに比べるとまだまだということですよね。うん、まあ、だから全て返納は難しいっていうところが一つ、まあ、問題ですよね。そうした中ですね、はい、免許のない高齢者の方とドライバーさんを引き合わせる新たなサービスが注目を浴びています。あの番組でもたびたび、まあ、いい面と、課題面でも名前がよく出てきます。でもウーバー、はい、ウーバー、うん、いいことやってます。支え合い交通というところに協力していまして、 II 自動車というシステムを稼働しています。両方とも公共交通空白地有償運送、ちょっと難しいですね。はい、公共交通空白地、要はバスとか、はい、そうした公共交通機関がないところの有償運送という制度を利用して実証実験を始めています。支え合い交通についてお話を伺ってきました。あのウーバーが NPO 法人と組んで今年5月からスタートした支え合い交通とは。ちょっとですね、今 VTR がですね、代わりに僕が喋りましょうか。ウーバージャパンの高橋社長に伺いました。 VTR こちらです。支え合い交通はですね、京都府の京丹後市という自治体で行っている実証実験なんですが、運転しているのはですね、地域の住民の方です。自分の時間が空いている時にですね、ドライバーとして参加してくれています。実はウーバーという仕組みはですね、全世界共通のプラットフォームなんですね。新たにこう新しい都市でウーバーのサービスを開始するにあたって、特別開発というのがいらないんですね。開発の時間とコストがかからないので、それぞれの地域に合ったサービスというのを早く
導入するということが可能になっています。いやこれね、僕はすごいね、はい、IT 技術の活用として非常にいい合理的な取り組みだと思います。すで、にもあるわけです、システムが、ですからこれを利用して各地域を結んでいこうと、でタクシー料金の半額だそうです、で観光地が多いこの地区では観光客の方も利用できるということで、実を言うと超フラット、ダイバーシティ、多様性のある公共交通機関の役割を担いたいという、そういう仕組みなんですね。そしてこちらの II 交通なんですけれども、三重県はですね、菰野町で実証実験が始まっています。どんな実験なのか、現地を取材してきました。私たちのサービスは、地域の中でですね、移動できない高齢者の方々を地域住民の方々が、お互いの支え合いでお送りしてあげるためのサービスです。一体どんな仕組みなのか、実際に利用している名坂由紀さんを取材すると、自宅を押すで、どっち行きますかって言ったら、厚生病院なら厚生病院って、で午前が良かったら午前と押して、高齢者の方々はなかなかそういったものに馴染みがありませんので、私たちは必ずボタンに文字を入れるということをしております。何か動作をするところには、これはこういう機能ですということをきちんと書くことによって、画面を見れば何をすれば分かるというようなことを気をつけて作っております。一方、運転者の安田さんもタブレットで対応。運転手のタブレットです。これずっと11月から、これ今30日が入ってますが、葬儀を希望している方を乗せますかって言って、乗せるっていうふうにして出すと、こういうふうにして今募集してますって言って、予約をやってます。安田さんは普通免許しか所持していませんが、国土交通大臣指定の講座を受講することでドライバーとして活動できるんです。名坂さんは月1回ほどこのサービスを利用。ちなみに車両は町がレンタルしています。このシステムを84歳の名坂さんはどう感じたのか。2月にね、紹介があってね、こういうの しますよっていう紹介があった時に、すぐ参加させてもらって、システムの内容を聞かせてもらって勉強して、でタブレットの使い方を教えていただいたので、それでこれだったらできるなと思って。タブレット簡単でした？簡単でした。今これに困ってるとか問題点ってありますか？一回出ようって覚悟して、それこそ覚悟しないと出れないんですよ。もうすぐ行きたくなくなっちゃって、この84歳もなるとね、行くように決めたら、銀行へ行ってスーパーへ行ってお医者さん行ってあれしてて、いっぺんに3つも4つもの用事を兼ねてしたいわけ。そういうことの時にこれはちょっと不都合かなと思う。今そういうふうに予約するのがないですわね。多分今度チラシできますので、1時間なら1時間30分であそこの銀行コンビニとかっていうのは OK なんです。そこの説明をもっとしなきゃいけないね。名坂さん、いいことを教えてもらってありがとう。いけるんですか？はい、やはり民業圧迫というところで、これが地域に広がることによってタクシー利用者がなくなってくると、タクシー事業所が疲弊をするという、補完し合えるシステムができれば、これは本当にいいなというふうに思ってます。どうしてもね、既存の業界とぶつかり合うようなところがクローズアップされがちですけども、そうではない形の、まさにこう目指すべきシェアリングエコノミーの形というのも皆さんにご覧いただきました。料金はですね、月定額で今のサービスの場合だと1296円、乗るたびに15分500円です。今地方創生交付金で運営しているんですが、とは言っても本質的にはやっぱり赤字なんですよね。だからそれをどういう形で負担を分け合っていくのかということも問われているわけですが、津田さん、
どうご覧になりますか。例えば今 DeNA と、ね、ソニーのジョイントベンチャーのロボットタクシーなんていうのも、はい、これももうほぼ技術的には完成していて、あとは法律的な手当てですよね。でタクシー事業者もないような過疎地みたいなところで運営するっていうふうに言ってるので、まあ、ああいったものの時間を早めるっていうのは多分できると思うんで、もう実証実験なんかも一方スタートしているので、まあ、もうこれを、まあ、今の安倍政権は、ね、はい、2020年までにはみたいな話をしてるんですけど、まあ、もっといろんなところでこれやっていった方がいいんじゃないかなと思いますけど、ね、国交大臣の許可を受けた講座を受けたら、はい、人を運べるっていうあの情報って結構 僕自身も知らなかったんですよ。で実際にウーバーの高橋社長に聞くと1日の 96% 車っていうのは使われてないと、はい、まあ、眠った資産を活用するいい方法ありますよねという提案の一つでもあるということなんですね、うん、森田さんいかがですか。費用もそれほど高くはないですしね、どんどん活用していった方が、まあ、便利になるし、で眠っているものを起こすということで、まあ、活用という意味で非常にいいんじゃないかな、効率がいいんじゃないかなと思います、ね、都市と地方で全然違うので、そのやっぱり地方に合った人形を圧迫しない形のやつをどうやるかでしょうね。うん、宮下さんいかがですか。一番はやっぱり利用者の高齢者の側が利用しやすい、また生活をできるだけこうなんて言うんでしょう、自分たちが我慢をしないような使い方ができるシステムができるのが一番かなと思います、ね、そうですね。今ツイッターでね、でも既存のタクシーの取り組みを取り上げてという話がありますけどもね、その例えば日本交通の川鍋社長とかもタクシーもタクシーで配車サービスをうまく利用しながら拡大していく、サービスを根付かせていくっていうのをやっているということで、相乗効果でいい形が、でも本当に地方にいるともうタクシーいない、そうですね、いない本当にいない、バスも走ってくるわけじゃないですからね、そう、そういうところをいい形で補い合いながらね、進んでいけばいいなと思いますけどね、はい、また皆さんの感想をお待ちしております。ニュースオリックでした。ということで、さあ今日もお伝えしてまいりました、はい、高齢者ドライバーの皆さんの事故を防ぐために何ができるのか、はい、まあ、テクノロジーの分野、社会の受け止め方、そして、まあ、地域としての、ね、行政の仕組みっていうこともありましたけど、宮下さん今のリポートどうご覧になりましたか。特に特に、解決編ね、まあそうですね、どこか一箇所一面だけで解決できる問題ではないと思うので、うん、やっぱり法律だけではなく、また技術だけではなく、あとはやっぱり家族のサポートであったりとか周囲の人のサポートで絶対大事だと思うので、そういうことも必要になってくるのかなと思います。そうですね、今ねツイッターでね、ビジネスじゃなくて地域の支え合いでお年寄りを助けてあげられるようになればいいのに、ばあちゃんどこまで送ってくよみたいなっていう、でもそれが人口減少、少子高齢、いろいろなテーマでできなくなってきたところを補おうと。鹿児島の阿久根にね、 AZ っていう巨大なホームセンターのスーパーがあって、そこ買い物バスっていうのを出してて、どんな家でも目の前につけてくれて、年間1000円ぐらいでそういうサービスやってるんですよ。それは便利ですね。でも一企業がやっていて、荷物の出し入れとかもやっているので、だそういうことも含めたなんか民間企業の取り組みってのもあっていいのかなと思います、ね、AZ っていうすごい有名なスーパー、ちょっと注目したいですね。さあ森田さん今日いかがですか。やっぱり お一人、お年寄りを、ね、一人にしないでみんなでワイワイガヤガヤするっていうことが、ね、やっぱ認知症対策にもなりますし、なるほど、ね、あとまた運転の、ね、是正にもなります。ぜひ皆さんいろいろ試していきましょう。